見ない顔だな。私の名はクノー、リトルウィング所属の者だ。ここは入社までの経歴を問われない反面、入社後の お前はこの前の海底リリクスであったな。覚えてるか？俺ここディナル。私はミカ。訳あってこの子に宿る。この姿も失われた技術を旧文明のものというのなら、私は旧文明人となります。途方もない過去にこの星を生きて、その疑念は当然のこと。頼りになるのも
この時代の背景などは3年前グラール太陽系を襲った危機、シードの襲来。それは私たちの時代にも起こったことなのです。遥か昔、旧文明が栄えていた時代、長い長い戦い、私たちはついにシードの元凶であるダークファルスの封印に成功しました。しかしその頃にはすでに三惑星の大地はシードに汚染、そして旧文明人の人、このままでは星も人も。そこで旧文明人はまずシードに対する強力な浄化をこのグラール全てに対して行い、次に新たな人の素体を作り上げ、そして旧文明人は汚染された自らの肉体を捨て、精神だけの存在となり、そう、新たに作り出した人が、計画は実行に移され、旧文明人の精神が眠る場所への、もうお分かりだと思います。旧文明人によって生み出された人とはヒューマンのこと。今このグラールは旧文突拍子もない話、どうかこの忌まわしい、この子は心を閉ざしきっていて、確かに私は旧文明人ですが、私たちは滅ぶべくして滅んだ。それにあなたにとってはなぜ縁のないはずの私、そしてあのレリクスで自立、あなたは生きているのでしょうか。あなたの肉体はその時エミリアの追悼をして話している。ううそろそろこの子が目を覚まします。詳しく、あのさミカ、誰それ。あのさ、自己紹介はしたでしょ。